皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2020年公開の、バッドボーイズ・フォー・ライフ。現代、バッドボーイズ・フォー・ライフ。監督はアディル・エル・アルビとビラル・ファラー。脚本はクリス・ブレムナー、ピーター・クレイグ、ジョー・カーナハン。主な出演は、ウィル・スミス、マーティン・ローレンス、バネッサ・ハジェンズ、など。相変わらず派手な暮らしを続けるマイクに対し、マーカスは危険な職場から離れるため引退を考えていた。若いエリートたちと組むことになった二人は、自分たちが年寄り扱いされることが我慢できない。そんな中、マイクが何者かに命を狙われ、バッドボーイズ最大の危機が訪れる。というストーリー。なかなか難産で、17年ぶりに制作されたシリーズ第3弾。懐かしさもありそこそこ楽しめたが、なんといってもマイケル・ベイ監督が交代してしまったのが残念だと最新作のシックスアンダーグラウンドを見て痛感した。マイクとマーカスの絶妙なやりとりやド派手なアクションシーンは9大点だが、どうしても前2作の模倣に見えてしまう。ストーリーについては、そもそも期待する類の映画ではないが、もう少し工夫が欲しかった。ということで、評価は。サムスアップ。